高く高く上がる。先ほどはですね、フライフィールド女子の阿部優斗選手が、左右の方に広がってね挨拶していただきましたが、ここからはですね最後飾っていただきましょうかね。駒巧みによりますスカイツリーとどっちが高い、スカイツリーと飾れるぐらい上がってもらいたいと思います。そして、詳しいですね技の方もですねご覧いただきたいと思いますが、いよいよこれも出る。中返り、これほら、中返り、中返りもやらない。私の横にはですね、技の方もうちょっとね、教えてもらいたいなということで自己紹介お願いいたします。はい、フライフィールド、それからチーム TD から、リンダと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、リンダさん、実際はあの本体だったら実際に飛んでるところなんですけども、今日はちょっと解説の方に回っていただきまして、はい、いろんな技のですね、すごさとか、ここがすごいんだよというようなことを教えていただきたいと思います。はい、まだまだ見たことない技たくさんあると思いますので、皆さん少しでも覚えて帰っていただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、まずはジェットの排気量もありますけど、コバさんのね、体重も何キロかなというところも見えられますけども、高く高く上がって、上がりますよ。回転してからスピンアップで上がりました。これは、スカイツリーと重なって撮れる方もいらっしゃるでしょうかね。まあ、私どものあれなんてとかね、なんか、はい、スカイツリーですよ ね、 そうですね、スカイツリーですね。技の名前は新しい技になりました。はい、高く上がってその場で止まるのをホバリングと言います。はい、これも実は動かずに、止まっているというのが非常に難しい技になりますね。高いところでずっとね止まっているというのも本当に難しそうに思いますけども、これは左右に結構バランス取るのが難しそうですよね。そうですね、はい、スラロームという技、体幹が必要になります。足を左右に振ることで左右に動きます。はい、今のはなんか前後に振っておりました。これもスラロームでいいんですか。はい、前後に振るのが、まあ、ジェイクって呼ばれる技、細かくやるのと大きくやるのを分かれるんですけれども、ジェイクという技もありますね。勢いよくこうバンバンとね、これは、はい、これドルフィンですね。頭から水面に入っていきます。ドルフィン高いところから落ちてきましたね。はい、これ非常に怖い技ですね。やっぱり潜っていくっていうのはやっぱ怖いですよね。で、頭からいかなきゃならない。さあ、そしてこの辺りはやはり先ほど教えていただいたスラローム的なものになるんでしょうか。はい、スラロームからのドルフィンですね。駒巧みまだ、アクアボード始めて1年ぐらいになるんですね。それなのにこんなにできるんですか。そうなんですよ。さあ、今ガーッとですね、ちょうど、船の皆様方の方にも手を振っておりましたけどもね。さあ、ちなみにここでですね、体験の方でお話をお聞きしたいと思いますが、フライフィールド寿司さんの方で、はい、一般の方にも体験させていただけるんですよね。はい、そうなんです。本日は、パフォーマンスという形で、来ているんですけれども、実はこれ誰でもできるスポーツ、新しいマリンスポーツになってます。はい、これからの時期、暖かくなってきて海のシーズン入ってきますので、皆さん来ていただいて気軽に楽しめる、誰でも楽しめるスポーツですので、準備するものとかそういったものっていうのは何が必要なんですか。これは、はい、これからのシーズンも水着とサンダル、それからタオル持ってきていただければ誰でも体験することができます。はい、そして行ってる間に先ほどぐるっと後ろに回転をしましたね。はい、そうですね、空中で割る、バック中のような技、バックフリップですね。さあ、そして今、先ほど言っておりましたホバーリングトゥーでずーっとね止まっていますけども、低いところでもなんか難しそうですよね。そうですね、低いところだと、水圧がまだ強い、反発力が強いのでバランスを取るのが非常に難しくなります。はい、先ほど1回目のですねデモンストレーションの時にはこの浅草隅田川ということで皆さん人命に身をまとって、今のもすごいクイックでこう、あれもバックフリップの一つなんですね。はい、バックフリップの一つで、サイドフリップのような少し体を斜めにして回る技ですね。はい、さあ、そして上の方ででもですねターンを見せてくれておりますけども、はい、さあ、非常に高いですね。高いですね。コースは随分長いですね。もうあれ、船運転している、操縦者ジェッターからはですね真上に見えると思いますね。なるほどね。まあ、高さ気持ちいいんだろうなと思いますけども、先ほどの体験の、話なんですけども、フライフィールド女子さんの方で1日行けばちょっとは上に上がることはできるようになりますか。はい、体験、1回で15分の体験になりますが、はい、男女、問わずですね9割ぐらいの方
方は15分で立ち上がって、空中散歩を楽しめるんじゃないかなと思います。もうぜひとも空中散歩、はい、ぜひとも行っていただきたいと思います。まあ、詳しい方はホームページの方でフライフィールドの都市の方でですね、ご覧いただければと思っておりますけども、はい、さあ、いよいよですね、まあ、残すところあと時間わずかということになります。アクアボードもですね、この隅田川でですね、ご覧いただくの最後になりますが、アクアボードの競技会もございます。このアクアボードの競技会もできればですね、この隅田川で行えればいいかなと思いますけどもね。さあ、その、皆様方にご覧いただいているものなんですけども、スカイツリーの、高さと一緒に重なった写真もご覧いただけたのかなと思います。時間いっぱいとなりましたけども、今一度ですね、もし顔が見えたらいいなと思いますけども、今回ですね、パフォーマーとして登場していただきました、フライフィールド逗子からのですね、今、ご覧いただきました小川拓海、そして、前回ですね、増井優子、そして阿部優太、ということでご覧いただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとね、上に上がって終わることはちょっとできませんでしたが、十分とね、皆様の中にはご覧いただけたらと思います。